はいどうも、ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、前振りは若干あったんですけど、率直に言いますと大量に牛乳が届きました。大量すぎて、いやもう私はマジで一人じゃもう持ち上げられなくて、うちがさ牛乳めっちゃ飲むみたいな話をタークの友達にしてたら、牛乳をめっちゃ送ってくれたんですよ。何リットルあるの？いや分からん、50本ぐらい。別会の牛乳屋さん開けてみよっか、はい、言うても1日3本4本は普通にリアルに飲むんですけど、だから1回の買う量っていうのが6本を目安に買ってみたいな感じなんですけど、それをはるかに上回る牛乳が来たので、保管の場所も難しいですし、これを機に牛乳を使ったあの企画やっていこうかなと思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。この業者やん。やば。見て。ちゃんとこの上が牛になってる。ワンダースっていうの。3、4、12本。いやいや。なんやねんこの絵面。かわいい。やばいですね。今日ただいまの日時がですね、9月の11日なんですけど、賞味期限9月の15日ということで、あと4日しかありません。この4日で36本の牛乳をすべて飲んだり食べたりで行かないといけない。マジ重い。これがね、実際届いた時点でどうしようってなって、でタークンと今業務スーパーの方に買い出しに行ってきまして、今回はこの牛乳を大量に使ってクラムチャウダーを作っていきたいと思います。今回も大鍋企画です。これさ、とりあえず入れられる分だけ冷蔵庫に入れた方がいい。まずさすがの杉浦家もこの牛乳の量は初だね。なかなかですね。来ました。これとお鍋2つありますんで、今からクラムチャウダーを大量に作るっていうことを友達のグループラインにめちゃめちゃ送りまくろう。鍋を持って取りに来てっていう連絡をして作っていこう。なんでこの話になったかって言ったら、今牛乳を飲む子が減ってるんだよね。うちは何回かそういうイベントにね、来させてもらってて、牛乳を結構こういろいろ無駄にしちゃってるみたいな話をしてて、無駄にしちゃってんだったらうちにちょうだいみたいなね流れでたくさん送ってくれたんですよ。にしてもちょっと1回の量がこれは動画やなみたいになって、1回飲んでみていい？飲んでみようね。ではいただきましょう。いただきます。これあげてほしいやと。あ、もう1個。あ、ちょっと、やっぱ北海道の牛乳だからね。うん、濃厚？めっちゃうまい。めちゃくちゃまろやかです。あ、匂いが牛だわ。牛？牛の匂いはしないけど牛だわ。牛だな。で、そう、今さっきね、泡立てタートと業数に行ってきたんですよ。やばい。出て買ってきました。コンソメ何キロあるんで、1キロ。コンソメ1キロ。これは入れてみようかみたいな話ね。クラムチャウダー本来入ってないからね。クラムチャウダー入ってるのはアサリ。そう、アサリ、これが欲しくて買ってきたの。抜いたアサリ。何個分あるの？何粒分あるの？ 1.5 キロ。ベーコン。ベーコン。500グラムなんで、1、2、3、4、5、2.5 キロ。はい、じゃがいもには。6個入り。6個入りが1、2、3、玉入れの数え方。白く24。玉ねぎ21個です。21個と人参、そう、割と大きいやつ119円。で2本っていうのもあって77円。これは安いね。何本？17本。17本。ここはバター。バターとパロメジャーノ。パロメジャーノ入れたい。なの？粉チーズ。粉チーズです。っていう感じでとりあえず合計1万円ぐらい。はい、この量でございますね。この量を今からさばいて
ていきたいと思います。で、今急遽いっちゃんも来てくれていっちゃんやってくれんの？やります。いっちゃん苦手な野菜を切ってくれるっていろいろ切っていくというか、全部切ってあの大鍋にぶち込んでいきたいと思います。あ、できるから、これで下手に持って鼻も止められてるから、やべえ、死んじゃうじゃん。異様な光景をします待って、これ無理じゃん、息できない。どんどん曇ってくるよ、曇ってくる、曇ってくる、待って、すっごい曇ってきた。切ったやつ入れてきたやろ、うん、入れてこ、どんどん。ベーコンを炒めてから先に当たりの場所何で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 自分たちで取ったものなら食べてみようみたいな感じで食べたよね。そう、めっちゃ美味しかった。今年出てる、うん、ほんと今年。よし、じゃがいも向けた。お疲れさんです。ありがとうございます。玉ねぎお願いします。もうベーコン、ベーコン、ベーコン余ってきたよ。目が痛いでしょ、目が痛いでしょ、絶対痛いんだって。目が呼吸がね、やば。でもね、全然痛くないから。なんでさ、こういうとこでさ、あー、出た、映画さん、こういうやつ、なんでさ、こういうとこでさ、デカめでいいよね、このペースいったら早い。言えない、何も見えん。待って、どうする？おう、えい、声出していかないと。よし、声出していこう。待ち、かわいい。でも全然痛くなくない？全然痛くない、ね、はい、鍋が半分割ったよ、ベーコンと玉ねぎで。やっぱこの鍋ちっちゃいんじゃない？いや、でかいよ。じゃあ一回炒め始めようか。炒めますか。これ何入れる？オリーブオイル、バター、バター、これいっちゃっていいから、いきましょう。そのまま1個ってこと？これはじゃあ切ろう。な、何グラムって書いてあるの？え、嘘だろ、まだこの辺いるよ、玉ねぎが。うん、いるよ、絶対いるよ。私もう喉がやばい。半分、うん、半分でしょ。はい、はい、切っちゃった。炒めていきます。炒めます。菜箸無理よね。菜箸はベラだね。ベラ、待って待って待って、マジ玉ねぎババアなんだけど。ミニオンみたい。あーばーばーあばばうで。え、めっちゃやっぱさ、玉ねぎとベーコンのさ組み合わせ最高だよ。使い方がおかしい。鍋で鍋をすくって鍋に入れる。この鍋に対してのお玉とか似合ってないからね。そんなもんでしょ。よし、玉ねぎを足していこう。玉ねぎ出していきたいと思います。やばい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 を言った人はモノマネね、とか言って自分が一番最初にやらかしそうで、同じの NG ね。でも人がやったやつで同じの。あ、いいの？いいよ。次人参にしようか。何で、やっぱギネス乗れると思うよ、人参の皮むき超プロじゃない？あ、いや、早っ。抜いてくからじゃあ切ってもらおう。せーの。終わり。あー、残ってるし。ベーコンは真似しないでねって書いてる。これさ、順序は合ってる？この2つを炒めて、野菜を全部入れる。え、もう入れてっちゃっていいの？そこに入れちゃおう。入れていきます。はい。1個前の大鍋って八宝菜だった？八宝菜やったね。そう、八宝菜が大鍋3つぐらいいったんよ。しばらく八宝菜、しばらく八宝菜、3日か八宝菜続いてて、当分八宝菜いいやって言ってたの。でもこの間ちょうどバッシーと八宝菜を見た時に、八宝菜食べたくな、食べたいねみたいな話になって、やっとあの時の八宝菜の感覚が抜けて、ちょっとトラウマだったの。もう当分いいかなみたいな、食べ過ぎてなるじゃん。
でもそれがやっと開けたから、多分クラムチャウダー、クラムチャウダーはもう多分来年まで食べない。なかなかな、クラムチャウダーそんな食わへん、うん、しかもさ、ちょっと他に食べ方ないじゃん。八宝菜は麺だったりご飯だったりさ、できたけど人参も厄介だね。人参厄介だな、嫌いだわ。角切りってめんどくさい、やる、やりたい、なんかやりたい、どうしてもやりたいって今しょうがないな。そう、今日シエルがお休みで月曜日なんですね。ハンバーグいつもこうやって練ってんだけど、今日練らなくていいから、あーやー、じゃがいもの目が目も取りたいし。ちなみに昨日私代々木第一体育館やってきたどうでしたか？輝いてます。でね、朝ね昨日との同じ人と思えばあー腰だ、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 あー腰だって言ってて、昨日の人とは思えないって言われて、ギャップ萌えでしょって。一番 YouTube 見てほしかった。いや待って、じゃがいももやばい、面倒、あ、やばいを言った人はモノマネね。モノマネ入りまーす。コケーコココココ、コケーコココココ、クックがガーつくやん、そうつくやん、コケーコココココ、コケーコココココ。こっち玉ねぎもちはいいかも。しめじも入れて、アサリも入れないといけないから。しめじ入れたの、 LINE 誰か来たかな。そう、今取りに来てって言った。で、何って言ってるの。鍋持って、アサリ入れたらいい感じじゃない。これアサリもそのままでいいかね。いいんじゃない、いいんじゃない、いいよね。アサリ3袋あります。いただきます。はい、いいよ、ぽいぽいぽいすごいよ、やべえ。牛乳、仕上げに牛乳。そうなんだ。でも牛乳今40本近くあるんだよ。じゃあ水ちょっとで、水ちょっとでいいっしょ。うん、違う、いいっしょ。共同作業、共同作業。コンソメもあの、あえちゃうんです。野菜の水分があるんで、もう緊張です。コンソメってどのぐらい入れんの。うん、うん、とりあえず入れてみたけど、まだ味薄い気がするんだ。最後足せばいいよ。しょっぱいときついからね。うん、最高だよ。めっちゃうまいと思う。このままちょっと煮込もう。そうだ。もうすぐいける？いや、無理無理。無理？大鍋だよ。大鍋だよ。大鍋でこれぐらいじゃダメだって。目指すはここだよ。牛乳が入る。牛乳は入れるけど、もちろん。牛乳をどんだけ消費できるか料理だ。そう思うじゃん。思うじゃん。玉ねぎええんよ。玉ねぎさん。めっちゃ美味しそうじゃん。伝わらんのよでも。はい、味塩と比較して。伝わるかな、味塩。伝わらんのよ。普通のコンロがくっついちゃうよみたいな。伝わらんのよ。これが何本入るかってことやね。マジやばい。10本は使いたい。この下もあるんだよ。下にもなかった。下にもあった。あるよね。え、階段の下？階段にあと1箱なかった。え？え、マジマジ？ピンポンで追加？やばい。ピンポンで言ったじゃん。そうでしょ。もう買っても買っても本当足りないんだって言ったよね。はい。これさ、後ろにもいるからね。隙間に映ってるかな。映ってる、映ってる、見えてる、見え隠れしてる。ありがとう、言ってくれて。ママさんたちに配りながら、配るのもそうだし、あとノアが多分なんかプリン作ってもらおう。あ、そうだね、お菓子作り、お菓子作ってもらったり、あとあれだ、シャービック、あれを凍らせる。カフェに入れまくろう。そうだ、私もカフェラテ、カフェラテ飲もう。鶏はカフェラテ飲もう、牛乳入れて。トリマ一回冷蔵庫入れれるの入れようか。伝わったかな、どんだけうちに牛乳が届いてるか。まあでも YouTuber っていうものを分かってくれてるよね。ここで締めの牛乳入れたら完璧です。大鍋はね、マジでやっぱね、こう
の協力感っていうのいきます。まず1本目、2本目、あ、全然増えない全然増えない。3本目、まあ、5本目、6本目、だんだん上がってきたよ。いいよ、7本目、8、9で結構増えてきたよ。そうだね、10、うん、大鍋感出てきたね。いいよ、ネル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 みたいな。マジョ、11本目、マックスだね。ワンダス、うん、やっぱこういくとちょっとやっぱこっちの方が大きいんだね、うんうんうん、比較できたね、これで、うん、学べたね、1個ワンダースよ、やはり使った方よ ね、いや、もう1パックいける。ここはちょっと贅沢に出していただきます。あー、これ漏れるか漏れないか、大鍋の醍醐味です。ここから味を調整して煮込んでいく。バターも使っていくからね。あ、そうだ、それは美味しいよ。やらかしたぜ。底辺だ。小麦粉入れてないからとろみがつかへん。マシュバターをなんてやつを作るんだっけ。ブールマニエ、はい、ことない。スープをくれ。全体にバターが馴染んだんで、ちょっとバター少ないけど。よし、ブールマニエできました。うん、シチューの素みたいなのがあるんだな。そう、はいはい、ルーになってね。何この量、だって大鍋プラス大鍋に満タンなの。見なかった、冷蔵庫見てごらん、冷蔵庫最高でしょ。え、これこうやって入れてっていいの、うん、これもう冷凍できるからね、スープ作っちゃえばね。ひき肉です。牛乳です。ありがとうですこれさ、普通だったらこれだけビローンとなるけど、これめっちゃうまい。これもう煮込んでいけばいいと思う。もりもり、これす、あれ水一滴も入れてないからね。入れてないね。野菜からの水分と牛乳のみ。Yes. 最高やん。無事にもうさっきと絵代わりしてないんだけどできたんですよ。とりあえずこれを配っていくよ。カップしか熱いかも。熱っ確かに。いや熱っ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 。オッケーオッケー。チャリだからさ、なんせ。いやチャリ危ないってこれ。だからそれにラップしてから蓋してぐるぐる巻き。で次は徐々に。徐々に今からね、友達が取りに来ますんで、お裾分けしていきたいと思います。え、それで足りる？いやだってもうクラムチャウダーって聞いたから大きいのにしたらこれそこで入れられると思う。入れられる。なんでクラムチャウダーって言っちゃったの？え、ほら牛乳。クラムチャウダーは多分食べると思う。シチューとか食べるから。熱いよ、これ絶対熱いよ、こっちが。売る？上手だよ。売れる。それは美味しかったし。でもなんかちょっと店のクラムチャウダーとまた違うよね。え、そう？うん、でもうちは何食べても美味しいから。はい。はい。下手くそなんだ。マジで下手くそ。このまま冷凍したら完璧やん。ビニールテープがあるのもすごいよ。この熱いままでいいの本当に。うん、いいらしい。200度ぐらいまで耐えるらしいよ。そうだよね。だって牛乳パックで私あれやったもん。ハンバーグのさ、種をさ、ミートローフ。そう。へー、やったわ、ミートローフ。鍋のサイズを確認いたします。確認します。小さい、やっぱり小さい。でかい鍋やない。小さいよ。2つ分鍋。いや、1つ分の予定だったよ。気づいたら2つ分になっちゃった。2つ分の予定が2つにはならんよね。
まだ言える？あ、これ私担当なんで。あ、私はやったことないんで。え、チャリじゃないの？歩きやばいな。そうでしょ。乗ってってもう乗せやすいよ、いいちゃん。すごい。バイバイ。はい、そしてあんたがお得意のパスタを、サンマとキャベツのパスタ。いよいよ、いよいよ、いい肉がいってるよ。あ、そういう感じね。具だくさんにしましょう。牛乳もバター。なんかいたけど。オイリーパスタとクリームパスタ。はい。いや、すごいよ。でも大鍋がこの1個になったからね。みんなのおかげで。最強。夕飯にしまーす。じゃあ私とたーくんで一緒に食べよう。はい、ということでこんな感じでラムチャウダーとたーくん特製のペペロンチーノと、パスタ入れたらできます。パスタ入れた人といろんな食べ方でいただきます。マジでうまい。最高。